スノーマンの渡辺翔太さんがちょっと良すぎますね。えー、この人僕、あんまりですね、作品で意識したことは正直なかったんですけれども、ちょっとね、なんかね、何がいいんだろうな。<laughs> すいません。あんまり言語化ができてないんですけれども、えー、社交的です。めっちゃ社交的なキャラクターという、えー、役で、まあ、ご本人のキャラクターとも結構マッチしているということなんですけれども、 プラス、彼が心に哀愁を抱えているキャラクターであるっていうことが、これまた第4話で早くも明らかになったんですよね。で、その着てるものの雰囲気とかも、その彼の、明かされたキャラクターに非常にマッチしていてですね、えー、めちゃくちゃオシャレでめちゃくちゃ社交的なんだけれども、どこか悲しげな目をしているみたいな、え、ものが完璧で、僕の中での助演男優賞候補でございます。えー、菊池風魔さんと長浜ねるさんがね、偽装夫婦を、え、やることになるんですけれども、勘のいい親友がですね、え、あれは嘘だろと、 気づいてて家に訪ねてくるとでそれが SnowMan の渡辺翔太さんなんですけれどもほとんど密室会話劇ですよね今回はね、えー、ずーっと家の中にいましてちょっとだけ外に出るシーンがあるんですけれどもまたその後もずーっと家の中というですね、えー、ほぼ、えー、ワンルームで、えー、行われるミステリーみたいな、えー、感じでしたよね、えー、で基本的にはもうコメディというか、えー、密室コメディサスペンスの感じを出してるコメディっていう感じなんですけれどもやっぱね渡辺翔太さんがね僕も今年の夏ドラマ全体の 演優勝かなというのは、まあ、彼はですね、おそらくこの結婚が嘘であるっていうことは、うっすら気づいているんだけれども、えー、トリンドル・レナさんとね、えー、二人で探ろうと言ってるんだけれども、彼女に対しては、まあ、多分本当っぽいみたいな、えー、返信を送るんですよ、えー。だから彼はこの結婚が嘘だとしても、親友を応援しようという判断をしたっていうことを、えー、彼の心の中で決めるというだけの回なんですよ。たったそれだけの回なんですよ。 それだけに〇〇5話を〇〇、えー、1話分第5回というね、結構重要なタイミングで咲いてるというのがね、すごかった。これ渡辺翔太さんの演技を信じ切ってないとこの構成にはできないと思うんですけどね。えー、っていうですね、彼の心の葛藤だけの回ですよね、今回はね。えー、っていう非常にね、いいなぁと思いました。えー、それでいて、こう、なんか狭かったなぁとか、ちっちゃい話だったなぁとか別に思わないんですよ。えー、ずーっとバレるかバレないかのサスペンスをやっている回なので、まあ、バレたらおしまいですからね。えーこれは一緒に 働いている人なので、非常に重要な人なので、親友なので、えー、信用してもらわないといけないんですけれども、えー、そこでね、やっぱ彼の心の葛藤が、ただ単に秘密を守るとか、心、え、中、ー、するとか、えー、そういうことじゃなくて、えー、いろいろこう複雑に考えた上で、えー、信じるという、えー、決断をしたのだというですね、回でした。えー、渡辺翔太さんのもう、まあ、ある意味独壇場みたいな回だったのかなと思いますね。えー、で、ここまでで菊池風磨さんと長浜ねるさんのこうコメディ演技みたいなものは、 4話かけてですね非常にもう魅力的に見せていましたので5話で新しいですね別のキャラの魅力を中心にズドンと出して別の主人公みたいなね今回完全に渡辺さん主人公ですからね、えー、っていうのはドラマとしては全く成功法だと思いますので結構ね正しい作り方してるなと思っておりますでもう今回のドラマで僕はもう渡辺翔太さん推しに完全になっちゃってるんですけどうわ全然出てこないな振動ってずっと思ってたんですけれども最後の最後に「あそっか紹介したの振動だったんだ」 っていうところで、えー、テンション上がりまして、えー、ツイッターでそのシーンの撮影風景の動画が上がっていまして、そこもテンション上がりまして、えー、良いですね、えー。なのでね、やっぱね、悪役がいないドラマで面白い、そしてエンタメでありサスペンスであるって、とても素晴らしいですよね。すごくないですかすごいですよね。予算も別にそこまでかかってないと思うんですよ。えー、かなり役者のパワーと、えー、脚本のパワーに頼ってるっていうところがあるんですけれども、それで物語がね、そんなに別に壮大な画角とかがあるわけじゃないのに、 やっぱね、人間同士のサスペンスとコメディでここまで引っ張り出て最高でございますね。えー、そして、なぜこれが1位とかではないのかというと、えー、僕が大好きな渡辺翔太さんが演じる振動が今回ほぼ出てこなかったからですね。えー、寝坊して LINE に気づくっていうところしか出てこなかったので、えー、それでちょっと下がっているというだけでございます。基本的には実質1位でございますし、なんか振動が後半キーパーソンになるんじゃないかみたいな情報もちらほら聞こえてくるので、えー、そこ注目していきたいと思います。ウソコンの 新道でございます。渡辺翔太さんですね。えー、これもウソコンっていうドラマはもうキャラクターみんな良かったと思うんですけれども、特に新道が僕はすごい良くて、最終回ね、やっぱりメインのね、えー、二人ですね、たっくんと八重、菊池風馬さんと長浜ねるさんっていうところにまあ、集中していくんですけれども、やっぱり新道がね、まあこれ、当て馬っていうキャラクターにまあ、 一般的な恋愛ドラマだとなる人だと思うんですけれども彼が好きな対象っていうのが男子の菊池風馬さんの方なんですよね巧みなんですよねで、これがまあ恋愛感情なのかどうかっていうことそして性的嗜好に基づく感情なのかっていうのはこれは描かれていない僕はドラマ内では明言されてないというふうに解釈したんですけれどもこれ振動のラストシーン嘘コン見た方覚えてますかここが本当に素晴らしくてもう振動という人へのもうキャラクターへの愛っていうのがね非常に感じられるラストでそこも含めて完璧だったな と思いますあの風船がね、えー、木に引っかかっちゃっているのを進藤が取ってあげるとで子供に取ってあげるわけですけれどもちっちゃい子が2人いて男の子に水色女の子にピンクの風船を渡したら これ逆の方をですね、えー、子供たちが受け取る。男の子がピンク、女の子が水色を受け取るっていうのを見て、振動が、そっかって言って子供たちが走っていくというですね、あ、これ、性は自由でいいんだ。好きは自由でいいんだっていうことを、振動にこう開いた形で、押し付けとかメッセージとか、えー、主義主張という感じじゃなくて、なんでもいいんだっていう感じでね、これ見せてくれたっていうのは、視聴者の解釈も自由にしてくれてるし、振動も自由にしてくれてるっていう、なんていうのかな、好意、好きという気持ちの自由 ユー,サーみたたいなこととがテーマの作品だったと思うんですよ、僕、嘘コンて、えー。本当に素晴らしいドラマだったと思うんですけどやっぱりねこの、まあ、恋愛においてですね、まあ、描き方としてセクシュアルマイノリティの人をしっかり描くか、まあ、異性愛の人たちを中心に描くかってこれどっちかに偏っちゃうのはある程度しょうがないと思うんですけど異性愛中心の、えー、2人が中心にいることによってセクシュアルマイノリティの彼っていうのがそのなんかゲイとしてキャラクターがですね誇張されてギャグ的なキャラクターになるみたいな。 っていうのって、もう今までのドラマでも漫画でも非常によくあったと思うんですけど、そこをね、曖昧にしたまま、でも物語のテーマとは一致させるっていうことを、これを振動が担っていることのおかげで、このウソコンというドラマをね、ワンランク、ツーランクアップして、そしてまあ5年、10年先まで、えー、見られるという、こうドラマとしてのね、賞味期限というか、えー、寿命みたいなものをですね、振動が広げたっていう感覚は僕はすごいあります。そして、えー、渡辺翔太さんという方ですね、僕はちゃんとね、詳しくは認識していなかったんですけれども、このドラマを見て、あ、なんてこんな こんな魅力的な人がいるんだっていうシンとキャラクターと合わせてね、えー、非常に、えー、興味を持ちましたので、えー、これからですね渡辺さんを僕は追いかけるという風に決めましたので、えー、そういった意味でも非常に、えー、大好きなキャラクターになりましたえでやっぱりですねこれはもう本当何遍もどこでもかしこでも多く言ってますけれどもスノーマンの渡辺翔太さんが演じているシンというキャラクターが本当に素晴らしくて、えー、異性愛前提のドラマのように見せていて実は全然そうじゃないというオチになっていた、えー、というところも含めてこれはもう騙されたと思って、えー、見てない方もぜひ見てください